さあ皆さんどうもこんにちは、マイスキム講師のデスヌイ様でございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いしますっていうか本当なんか前振りぐらいの感じで今撮ってるんですけれども、先日僕のチャンネルの準レギュラーのリコ君に誘ってもらって、DDJ っていう素晴らしいメタルライブイベントに誘っていただきまして、出演をさせていただいたんですけれども、まだ見てない方見てくださいね。ですけど、実は同じ日というか、この DDJ というライブに出演させていただく前に、同じ日に、ブロークンバイザスクリーム。僕の動画でもちょくちょくお名前を出させていただいたりとか、コラボさせていただいたりとかしてるんですけれども、もうなんか日本屈指の最強メタルアイドルである、ブロークンバイザスクリームのライブにですね、こちらもですね、出演のご依頼をいただきましてですね、同じ日にそちらの方にもちょっと、出演させていただくという、とち狂ったムーブをしていたんですよね、実は。で、そっちの方もですね、スタッフさん運営の方にお願いして、ちょっと、僕のとこだけで、でも、映像に残させてくださいっていう、お願いを、無理をですね、申し上げたんですけれども、私のわがままもですね、受け入れていただきまして、僕の出演部分がメインにはなっちゃうんですけれども、映像を撮ってまいりましたので、今日はそれを皆さんにご覧いただきたいと思っております。あと、おまけでね、リハの時の、映像をスタッフさんが撮っててくれたんですよ。仕事ができすぎる。どうなってるんですか、BBTS の運営の方々。お仕事ができすぎます。本当にありがとうございますということですね。なんとリハの映像もちょっとこう残させていただいておりますので、そちらもちょっと終わりがけに貼っ付けたいと思います。じゃあご覧ください。どうぞ。ということでこんな感じでした。もう最高。もうめっちゃ楽しかった。もう、ビュンビュンに駆け巡って、ステージを駆け巡ってしまったんですけど、渋谷ストリームホールっていう会場だったんですけど、めちゃくちゃステージ広くて、使いやすくて、照明も良くて、音響も良くて、あーってなりながらもう最高の、ライブとなりました。ありがとうございました。本当にね、演奏陣とかもね、マジでレベル高くて、本当に最高のグループでございますので、皆さんもぜひライブに足を運んでみてはいかがでしょうか。ぜひ運んでいただきたいと思います。ということで、今回の、ライブ映像良かったよという方、ぜひグッドボタン、あとチャンネル登録、まだお済みない方はぜひよろしくお願いします。意外とこんな感じでライブの出演とかもさせていただいてますんで、依頼もお待ちしております。マホンがお送りいたしました。バイバイ。